鍋料理などで使用するカセットコンロ使い方によっては思わぬ大事故が発生するナイト製品評価技術基盤機構によると2004年4月からの5年間にカセットコンロによる事故が135件発生 8人が死亡しているという意外と多いのがこの事故です2年前にはうっかり上に乗せたまま魚を焼いていたところこちらの排気口から出た熱でボンベが爆発し1人が死亡しました一体どれほど危険なのかカセットコンロを上に乗せたグリルで魚を焼くと 大爆発他にもボンベの取り付け不良五徳をひっくり返した状態での使用カセットコンロを2台並べそれを覆うぐらいの大きさの鉄板を使うなど原因の半数以上は誤った使い方や不注意とみられる事故だという。2年前には都内の高校で カセットコンロを2台並べて使っていたところ、突然ボンベが爆発。合わせて15人が重軽傷を負った。ナイトは正しい使い方をするように注意を呼びかけている。